ボルタ州、グレーター、アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城塞軍は、ガーナにある近世の要塞軍の世界、遺産登録物件。ガーナの沿岸部には、イギリスやオランダをはじめとする西洋諸国が、かつて建造した西洋式の要塞軍が多く現存する。世界遺産登録にあたっては、それら要塞軍のうち、ボルタ州、グレーター、アクラ州、セントラル州、 ウェスタン州に残る15世紀末から18世紀初頭に建造された11県が対象となった。ただし登録物件はセントラル州とウェスタン州にのみ点在している。なお、この物件は日本ではガーナのベナン湾沿いの城西軍と予約されることがある。ガーナの沿岸部には15世紀以降西洋人が貿易のための拠点を設置した。ベナン湾一帯はかつて ゴールドコーストと呼ばれたことからも明らかなように、元は金の輸出で栄え、後には奴隷貿易で栄えた。貿易が坂になり、拠点となる要塞が次々建てられると、沿岸部は要塞軍が点在する独特の景観を呈した。かつて60以上あった要塞軍も現存するのは約3分の1であり、博物館や学校等の施設に転用されているものもある。 世界遺産に登録されているのは以下の11件である。セントラル州 S 単州この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。なお、文化遺産としてのカテゴリーは建造物群である。ありがとうございます。